その岳南鉄道線、地域の足にとどまらず夜景としての魅力を伝える写真展が JR 新富士駅で開かれています。写真展は日本夜景遺産に選ばれている岳南鉄道線と富士山がテーマで、新富士駅の商業施設アスティ新富士の開業3周年を記念して開かれています。このうち星空の下の休息と題した1枚は長時間露光で撮影され、夜空の下で停車中の車両を収めています。他にも工場の夜景の中を走る様子や駅での1枚など、岳南鉄道線のさまざまな表情や富士山を写した16のパネルが飾られています。写真展は今月30日までです。